明日のお洗濯情報です。洗濯物の外干しができるのかどうかチェックしていきましょう。まずは天気の分布予想から確認していきます。すると西日本から東日本、こちらは朝から晴れるところが多くなりそうです。一方で北日本や北陸地方、こちらは低気圧や前線の通過により午前を中心に雨や雪の降るところが多くなります。ただ午後になってくるとだんだんと日差しが届くと見ています。ではアイコンで確認しましょう。晴れるところが多いということで、那覇から東京にかけて各地で OK アイコンが出ています。そして東北地方もゆっくりと天気は回復していきますので、明日も少し遅めに外で干すと良さそうです。北海道に関しては朝は冷えそうです。また雪が降る予想になっています。だんだんと闇間は増えていくんですが、雪の降りやすい空は続くためご注意ください。以上、明日のお洗濯情報をお送りいたしました。